それじゃあ、昨今のニュースでも切り損なってみようかな。俺も、もう、スパモニがなくなっちゃって、もう切りたくて切りたい。ニュースが切りたくてもうしょうがないから。あのさ、ビデリン。ビデリンがさ、その、消しが甘いっつって警察に怒られて、この野郎っつって、見えてんぞ、エロいぞ、この野郎っつって、ねえ、怒られちゃって、ねえ、大変なことになってるじゃないですか。あれに関して、意外にスパモニ見ててもやんないんですけど、ね。あれ、ビデリンちょっと前から薄くなってきてんだよね。薄くっていうか、血毛オッケーみたいになってるでしょ。ねえ、ねえ。鳥越俊太郎さんとかもこういう風に切ってくださいよ。ビデリン最近血毛オッケーになってるでしょ、みたいな。勝手に。その辺が、お前誰に断って血毛オッケーにしてんだよ、みたいな。桜木類の昔出てたやつ、ちょっと肛門は見れる感じにして、元にこう、ニューバージョンの基準のやつ出してるでしょ、みたいな。もう俺がそれを買ったこと、もろバレだけどね。で、昔のモザイクに比べると、相当モザイクも細かくなってる、なんつうの。まあ、若者にわかりやすいように言うと、ヒントでピントのあのやつで言うと、最初のさ、浅井新平が急に、掃除してるところみたいな、浅井新平が出るところじゃない。かなりもう、ウィッコン、ウィッコン、コン、リオンってやった時にもう2点しか残ってない。わかんねえよ、もう。モザイクが相当細かく、割と、おい、これ見えちゃってんじゃねえのぐらいの、まあ見えちゃってんのまでいかないけどね。結構細かくなってきてたのは確か。来てたのは確かなんだけど、さ、怒られちゃったんだけどさ、あそこが怒られちゃうんだっていうか。いや、なんか変な話なんだけど、エロいのが見たい盛りに、エーリンとかビデリンとかは敵じゃないですか。見せてくれない人だから、ね。ダメダメダメって言って消す人、俺たちからしてみたら、消す人だから、ね。敵見たくて見たくてしょうがないのにもかかわらず、その、俺たちの頃なんかさ、今よりさっき言ったように、すごい、大きく消してるし、荒く全く見えない感じになってるからさ、俺はたち、もう、俺、もういつもさ、きっとこう、女性の、こう、消えてる部分の向こう側には、なんかすごい、あんだけ隠すってことは、すごい素敵なことがあるんじゃないのって思ってるわけじゃないですか。可愛いリスのイラストとか隠してんじゃねえかと思って、そういうの見たかったりとかするじゃないですか。で、敵だったんだけどさ、今やさ、海外のエロとかがすごい手軽に見れちゃう時代になっちゃってさ、それはさ、あとインディーズとか言って、ビデリンを通さないで、独自基準ですっげえ薄い、けしからんねこんなもう、その、けしからんやつが、もう、けしからなくて、けしからのけしからねえのって言ったら、もう、相当けしからんから、もうこれは青少年の目のに触れないように、俺はちょっと買い占めるわ、これ、つって。それで、なるべく、俺こと PTA は、ね、P はペニスだけど、T とは教えない。思いつかないし。ね、それの、そういうの出てきたわけじゃん。で、そうするとさ、ビデリンを通しちゃったやつっていうのは、売れないわけじゃん。ね、真面目にビデリンを通しちゃうと売れないわけだよね。で、これは困ったなとなるじゃん。で、いて、ビデリンも、じゃあその代わりに、その、薄消しとか、海外から来たやつを警察がバンバン取り締まって、この世から消滅させてくれるんだったら、別に基準を甘くしたりとかしなくていいわけですよ。だけど、それが世の中にはびこっちゃうから、このままじゃうち全くもう食っていけなくなっちゃうから、ちょっと血毛を出させていただいてよろしいですかみたいな、ね、血毛をほんのちょっとだけ出させてもらいたかったんだと思うんですよ。だって、潰れちゃうから。それで、そのビデリンを逮捕すると、いやいや、いけないんだと思うよ。いけないんだと思うんだけど、そのビデリンを逮捕しちゃうのは、そっち先なのっていう気しないなんか。ね。なんかまあ、ね。海外の、大体、大元のところの海外のサイトの、ね、無修正のエロを見ることっていうのは、アウトなの、セーフなの。俺、その法律論がわかんないんだけど、なんかその、ダウンロードしちゃうのはアウトな気がするのね。いや、これ俺の解釈だから全然それ法律と関係ないよ。俺がなんか勝手に思うのは、だってさ、海外で合法のエッチなビデオをね、俺が飛行機に乗って持ってこようとすると税関でコラって言われるわけでしょ。
だから、それ飛行機に乗ってないだけのことで、回線を通じて持ってきてもダメな感じするんだよね、なんか。感じね、感じ。だけど、ストリーミング放送みたいな、海外の放送が見れちゃうのはどうなん？いや、日本はさ、そういうことがないかわかんないけどさ、この国はもう何が見えても大丈夫な国と国境を隔てて見えちゃダメな国があるとするじゃんか。その向こうの国の国境沿いで真っ裸な女を望遠鏡で見た場合はどうなん？それはどうなん？長い棒で乳首の先をツンツンってやった場合、それ全然関係ねえよ。例えになってるじゃねえか。ちょっと面白い絵だから言っただけじゃねえか、それ。だけど、それはどうなの？みたいのを、俺たちわかんないじゃん。で、いろんなサイトを見てると、サイトの人たちは、これも難しいけどさ、いろんなサイトの人たちは、大丈夫みたいなこと書いてくるよ。書くよね。大丈夫かどうかは、その人は保証するわけじゃ多分ないんだけど、なんか合法ですみたいなこと書くよね。俺怖がりだからネットカジノとかやらないけど、ネットカジノとかも、これ自体はラスベガスに本部があって、今ラスベガスで行われているものだから、いいんですみたいなこと書く人いるよね。で、まあ、このいいかどうかは皆さん自分で調べて、ね、その、法のもとにおいて何をするかはやって、どうパクられても、その自分のもとでやってほしいんですけど、そういうのを、がどうなのかっていう見解も、ちゃんと公にされてないような気がするんですよ。そんな最中でビデリンだけアウトってなっちゃうと、今後次に来ることは、多分、とっちらかっちゃうと思うんだよね。ビデリン通したって、お上に目つけられちゃうんだったら、わざわざお金払ってビデリン通す必要ないよねってなっちゃうと思うね。だから全インディーズ化が始まると思うのね。そうなったら、ちゃんと取り締まれんの？みたいな感じになるのね。で、またさらにか、言うと、エロの基準がやっぱわからないじゃん。エロの基準が。これはね、自動ポルノ法とかでしょ、ね、自動ポルノ法は、わかんだよ。まず何よりも写真を禁止するのは一つわかんない。写真、その、自動ポルノの写真を持ってても罰するようにしましょうみたいなやつはわかるの。なぜかっていうと、モデルになる人がいるから、モデルになる人が、その児童がいるから、それを守るためにも写真は禁止した方がいいと思うのね。じゃあ、エロアニメはどうなんっていうことになってくるね。エロアニメはいいか悪いかってことになってくるんだけど、まあ、俺は基本的には何で興奮するかっていうと、その残念ながらっていうか、まあ、不幸中の幸いとしてなのかわかんないけど、その、ロリコンっていうよりは、エロい根菜以外には僕一切反応しないので、朝鮮人参なんだけど、女体にすごい見えるやつとかは、もう、違法に輸入したくて仕方なくなる。から、だから、ベジリンの方とはすごいとも喧嘩してますよ。ベジリンがこんな野菜を作りやがって、つって大騒ぎになった時に、いいじゃねえか、これぐらい、つって。そんな、こんなのは、あれだろ、栽培の自由を認めろよ、なんつって。自然にできたんだよ、自然に、なんつって。ないだろ、わざわざ、畑の土の中に小石を混ぜて、よりエロいやつができる可能性を上げてるだろうなんつって。セロなのなんつって。それはわかっ、あと、木目でなんとなく女性器に見えるやつのみっていう。本物の女と木目なら木目だっていうタイプだから、まだいいんだけど、なんつうの？統計は出てるのかと思うのね。ああいう、エロい、漫画とかが、あった方が、性犯罪が増えるのか、それがガス抜きになることで、性犯罪が減るのかっていう、真面目な統計があるのかどうかが、あんま定かになってないじゃんか。けしからんのはけしからんよ。人間はそれけしからんもんが好きだっていうこともあるから、けしからんけど、さっき言ったように、ここをね、すごい間違ってもらっちゃ困るのは、ここね、俺はエロ根菜がそこじゃねえよ。そこではないでしょ、絶対に。ね、で、写真は、俺の個人的見解は、その、児童ポルノの写真は、もう、所持もしない方がいいし、撮るのも持っての他だと思います。で、どこからが児童ポルノなのかみたいな基準はまたちょっと難しいんだろうけど。で、それは、なぜならば、
一つ写真イコールモデルになる人がいるから、そのモデルになる人のことを考えたら、まあそうだよねって思います。で、その、じゃあ、絵も禁じていくと、人間はそれを全部禁じられたら健全になるのか？だってさ、別に俺のエロの目覚めなんて、エロいものじゃないもん。どこまで俺言うつもりなのかわからないけどさ、別にさ、エロいもので、そういう、そんな、すごいわいせつなもので別にエロに目覚めたわけじゃなくない？なんか俺、多分テレビマガジンとか、ああいう本に出てくる、長い号とダイナミックプロぐらいの感覚で、ぐらいの感覚で多分俺エロの目覚めなんかあるから、それは後のことだからね。その逆にその目覚めたエロをどう処理していくかの時には、それはいろんなそのエロと言われるそのアイテムにはすごいお世話になってったけど、これ、どうなのかね。鳥越俊太郎は何フェチかね。鳥越俊太郎さんが、僕もね、木目以外は取り締まっていいですって言い出した場合には、ちょっと鳥越さんともう一回ちょっと接触を持ってみようと思うけど、なんかね、それを思うんだよね。で、風俗とかももちろんさ、その、法律の基準は必要だけど、どんどん風俗とか取り締まって、で、どんどんその、これわいせつ、あれわいせつってやってって、それでいて、その、性的な犯罪とか減らないよね。てか、そういうのを一切見なかったら、一生主因をしなくなるって言ったらならないよね。ならないし、エロ衝動が湧かないかったら別に湧くよね。なんか、別にエロビデオもエロ衝動もそれほどなかった時代だって、なかった時代にどれぐらいそういうことがあったのかとかの時計があってだったらいいと思うんですけど、そういうのをどんどんなくしていっていいと思うんですけど、なんかこう、こういうこと言うとさ、絶対さ、あの人エロいんじゃねえかと思う。あの人は、そういうフェチズムだから、エロい人側の意見でずっと言ってると思われるの、すごい嫌なんだけど、意外にその昼の番組とかこういうのを議論してるところでさ、言えないじゃん。言うとそのさ、エロ大魔王みたいになっちゃうじゃんか。あの人は本当にエロいから、ああいうこと、自分がそのエロを見たいから言ってんだとかなっちゃうだろうから、まあね、僕はスパモニを続けてても、絶対言いませんけど、ね、絶対言いませんけど、でもなんか、ちょっとね、そんなことをね、思ったり思わなかったりの日々ですね。でもああいう裁判とかのさ、こう、もしくはそのああいう法律とかさ、ああいうことを逮捕するに至る、において、その、判断する人っているわけだよね。これはエロいっていう。恥ずかしくないのかな？俺は無理無理だと思うんだよね。俺がここまで来たらもうエロですよって言うじゃん。その時の周りに、って言う。さっきのはエロじゃない。これは大丈夫。これぐらいは認めないと、これはもうその表現の自由だけど。こっちは？これエロいよ。だってこっちの子はさ、真っ裸だから大丈夫だけど、こっちの子は、パンテーが少しずれてるでしょ。俺、それがすごいエロいと思うみたいなことを、みんなの前で言わなきゃなんないわけでしょ。ねえ。そうだよね。こっちはかなり、その、すっぽんぽんな状況ですけど、これは取り締まらなくて、これは芸術だからいいんだよ。こっちは、だってこっち靴下履いてるもん、片方だけ。エロいってっていう時の周りの、はい、みたいな、逮捕令状俺取りに行くの嫌なんすけど、みたいな感じの時に、なんだろう、あとその、最終的なさ、その、ビデリンの人もそうなんだけど、基準ってあるわけじゃん。基準の日本のエロの基準の人は誰なの？その日本の健全の基準と言ってもいいんですけど、そういう人にその審議のビデオを見せたときに、なんかこう赤いこう旗を上げて、エロいってなるのか、ねえ、エロくはないってなるのかの、その何、じゃあその人がさ、本当にじゃあ正しいエロの基準かどうかわかんないじゃん。その、
見てるときに、ね、その前に DVD プレイヤーみたいのあってさ、その画面のテレビがあってさ、その、まあ、俺の中では、紋付き羽織袴のすごいヒゲの師範代みたいな人ですよ。で、白い、その、旗とピンクの旗を持ってて、で、その人が、こうテレビをずーっと食い入るように見ながら、あんまりエロいって感じたときに、まって、で、そのピンクの方をバサーって上げて、エロいって言うんだと思うんですけど。でもさ、それでさ、でもだよ、ね、その時に、その、今日も、すいませんが、審議の方よろしくお願いします。早くお茶を出ししてみたこと、こうやってお茶を出させてさ、それでこう、その、じゃあビデオの方再生して、させていただきます、先生、なんつって、再生するじゃんか。その時にさ、お茶の置かれてるさ、お盆の木目がすごいエロかった場合、ね、その木目がものすごい女性っぽかって、それにも相当興奮しちゃってたりとかする時の可能性もあるじゃん、他の。あと、その、日本の、その、そのモラルの記事、モラル様、ね、モラル沖縄の、モラル沖縄が昨日の夜ちゃんと、その、モラルに乗っ取ったペースで、その、抜いてんのかっていうところもあるよ、実際。なんかそのさ、何日合宿から帰ってきた人かさ。俺、こんなんでか、あとで大公開するようなものでも全然エロいじゃないですか。そう考えるとその、エロスの基準が、健全の基準の人は、ちゃんとそういう健全の基準でいられるために、やってくれてんのって思うんだよね。でさ、ね、そこにすごいさ、じゃあその、まあ、それ一人じゃないのかもしんないよ、ね。一人じゃないとするならば、まあ、大勢でいっぺんに見て、全員でバサーってそのピンクの旗上げて、遠くの方から望遠鏡で、ほぼピンクだね、これはエロいなんて、それをやんのかしんないけど、でもそういうのをさ、そういうのをさ、お国とかがさ、選んじゃ、その人をどう選んでんのか知んないけど、偏る気しない？なんか。ね？なんか真面目な人だったりとか、そういうことに厳しい人じゃないと、だって嫌だよね。人前でエロいビデオを見て、エロいかどうかを判断する仕事についてくださいって言われたら、俺はかなりエロいから嫌なんだよね。自分が絶対エロいし、下手したら自分のエロの基準が変かもしんないと思ってるから嫌なわけ。でも、こういう人は、多分その仕事に立候補しないよね、絶対ね。おそらく。じゃあそういうことってことは、こういうタイプの人は、そこに入らないってことは、偏るってことだよね。いつまで経ってもエロ根菜は野放しってことですよね。エロ練馬大根は、ね。エロ桜島大根は、ずいぶん太めな感じになりますけど、ずいぶんなグラマーな感じになりますけど、まあそれは全然野放しってことですよね。何なんだろうね。ちゃんと真面目に話し合うのかね。国会議員の人とかでも、エロ用語の人に、ってさ、多分、ましてさっきみたいな感じで擁護しちゃったらさ、票が多分相当集まらないじゃん。どっちかっていうとそこにはさ、大手を振って、そこにあいつ、俺たちのエロを守ってくれたからみたいなので、票って入らないからさ、けしからん票の方がずっと来るからさ、うわ、いつかこ、もう、でも逆に言うとだよ、ね。こうやってどんどん、エロのチェックをお上がやってくじゃないですか。それで真面目にやっていくでしょ。だからいつかね、根菜大爆発すると思う。大ブームで、大人の人参っていうお店とかできて、それですごいもう、自動販売機とかでも、野菜の自動販売機だよ。野菜の自動、無人販売所ってなってる。野菜の無人販売所、道の駅みたいな感じになってるんだけど、その、銀紙でこうやって覆われてて、夜になると、うわ、これすげえエロいみたいな人参が。それでその農家で摘発されて、偶然ですね、偶然こうなりましたみたいな、本当に世の中なってくんだよな。なってかねえよ。